あ、そうだ、しまった。声がちょっと小さいかもしれない。遠いから。お風呂も入ってきました。来てますかね。うん、行ってる行ってる。オッケー。ではちょっと待ってください。リモコン、ご飯早いね。どうします。和骨です。いらっしゃいませ。よ。これでよし。情報8/49にランクインしました。あ、なるほど。こんぐらいか。夕食でしたか。そう、夕食です。これで大丈夫かな。ちょっと。よいしょ。よし。完璧だ。充実の夕食。あと今出てますかね。始まったわら。おお、ぽっかぽかな感じ。餌の時間じゃ。暖房効いてるんで暖かいです。噛み食いてから。よし、オッケー。今そう。今ここ来てますね。カメラも煮込んで喧嘩お久しぶりね。じゃあ準備します。ちょっと待ってください。今日は流しました。暖かかった。やっぱり温泉でしたよ。おひつご飯は。鍋の中身まだ知らないんですよ。ご飯がまた大量にあるな。全部食ったらこれ体調崩すから。悪いけど少し残させてもらおう。カレーの方法。あったあったあった。よいしょ。これどう配置すれば。よいしょ。声はこの辺りがいいかな。うん、寒い。じゃあこれでカニもありますよ。カニ、ほらカニ。うん、あとこの辺りじゃないらしいんですけど、九十九里の方で取れるらしい。なんて言ったっけ。ひらがな4文字の何らかの貝です。一泊二食6,500円です。まあ普通ですね。よし、あ、いかんいかんいかん。あんまりないと。4文字、何だったかな。もう忘れてしまいました。あ、さがらみ、そうそう、そんな感じの名前。知ってるんですか、さがらみって。さがらみ、そう、これ殻の模様が綺麗なんですよ。これとかでピントが合ってるかどうか、からな、こっちからだと。これとか見えるかな。あ、ピンときた、きた。こんな模様とか、こんなんとか。あ、鴨田さんいらっしゃいませ。あとこんなんとか、ピンときてるかな。ぼやけてます。そうそう、ベーゴマっぽい。模様がなんか万華鏡みたいな綺麗さがありますね。クリッとですね。さて、あ、おでんだ。他のお客さん今いないっぽいです。ピント合ってなかったか。ああ、声の勢いすごいことになりますよね。さて、あ、そうだ、写真撮らなきゃ。おでんも写ってますかね。ああ、なんとか。ちょっと来たいはずで。さようならですか。贅沢だな。じゃあ、静岡、違う、静岡じゃない。おでん鍋いいですね。よし、うん、あつさん、この間やってましたよね。今日もなんかやってたんでしたっけ。さっきなんかあつさんの枠あったかな。ちょっとさ、これで写真撮るからコメントストップ。あ、いかん。せーの、よし。スマートフォンレビューがコメントストック。味の解説よろ。よし、じゃあいただきます。いかがでした。うん、いかがでした。あとですね、なんかコツコツ言ってるな、これ。私だったらここでビールなんだけどな。ビール、そう、私飲めないんですよ。中トロを最上位としたタイとか鮭とか、タイ、鮭、なんだっけ、カツオのたたき、こんな感じ。でもよかった、揚げ物とかが大量出てきたらやばいなと思ってたんですよ。いただきます。バンビ。そう、いつもの
いつもの寝巻き装備にあの上着だけ借りてます。カツオ、いただきます。カツオなんかでかいですよね。これカツオだよな。鍋が、そうそう、いただきます。うん、あ、これなのかな。うん、うん、孤独のグルメ風か。孤独のグルメ風だったらまずこうですよね。うん、こんな感じですよね。で、顔映ってないかな。この孤独グルメは第二子だ。足の宝石箱はあれはできない。そんな演出できない。演出嫌いだから。やっぱお茶か。あとなんかたくあんがものすごく黄色い。これはなんかあのレモンの味がしそうな感じがしますね。この黄色さすごいな。お茶あります。芯まで黄色いな。うん、うん、でもうまい。うん、うめ、うん、あとやたらキノコがたくさん入ってるこの味噌汁。うん、そう、私飲めないんですよほとんど。うん、カニはこれどうすりゃいいのかな。今日、お酢の味噌汁。石みたいなあれ、あの、貝です。何、ダメだ、覚えきれない。聞いたことのない文字です、覚えきれない。カニ。そう、飲まない人なんで、あれも結構共感するところがあるんですよね。さんざしじゃなくて何でしたっけ。名前忘れた。ピントあったかな。じゃあカニいただきます。あ、サガラミ、サガラミ、サガラミ、うん、サガラミ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 、うまい覚え方ないかな。佐川のラミ、サガラミ、サガラミ、あ、ピントダメだった。サガラミ、サガラミ、シガラミ、サガラミ、あ、シガラミか、シガラミはピント合ってなかったのか、残念。佐川直美、さがらみ、さがらみ。ん？ピントずっとダメですか？これで、ああ、ピントまだダメですか？あ、ダメ。ダメか。うん。オッケー。よし。結構なんか動きがいい加減ですよね。ガス。え、悪くなった？ああ、もうこれめんどくさいな。ながらみ？さがらみじゃなくて。うん。オッケー、よし。結構融通効かないですね。っていうかこれ散々雨で水浸しにしてるから壊れててもおかしくないんですよね。直った。揚げ浸し、あー、ないな、残念。手絡み。よし。あれ、うん、すいません、私が黙々と食うだけの放送ですから。で、私が調理するわけじゃないから変なこと起きないです。今年も、今年はどうしようかなってやっとらんわ。うん、一つどうぞ。というのは何のネタだろう。うん、今日一人です。よし、白滝。なんかどうしてもプルプル震えるな。こうやって見るとタコみたいだな。ねえ、でも
結構そうですね、確かに。うん。うん。エビ天はないです。おでんが黒いのは静岡ですよ。黒はんぺんですよ。静岡。関西ではあまり入れないね、白滝は。あ、白滝そうですか。おー。宿泊いくらですか？宿泊1泊2食6500円です。やべえ、お腹減ってきた。うん。ご飯食べ過ぎないようにしないと。まだ静岡にいるのか。静岡じゃない。山梨県甲斐市で仕出し弁当を食べた一夜よ。人が出りなどの症状。中トロかなんか意外と硬いな。うん。T シャツいつものです。うん？ちくわブーム？すいません、私が黙々と食ってます。うん。うん。中トロはこれは、ちょっと温めてみるのはどうだろう。ちょっと中トロを鍋で温めてみる。うん、おでんにからし、あ、おでんにからしか、そうですね。今のところ宿泊者は多分私だけじゃないかな。明日は立山の方までぐるっと回っていこうかと、林道を通って、あ、少し、あ、霜降りになった、霜降り、ほら、霜降り、霜降り、カラシありました。中井さんに無茶ぶりしよう。無茶ぶりとかあんまり、個人的にあんまり。うん。またバッテリーが。うん。明日は金谷からフェリーか、内房線で帰るかですかね。どっちか。宿もその場で決めてるの？うん。あ、宿は今日前日に決めました、珍しく。今日は去年お風呂入りに来たとこなんで、ここ泊まろうと思ってたんですよ。房総の方の林道走ろうと思って、で鴨川がゴールになりそうだなっていう時に。なるほど。うん。ただ素泊まり3000円です。うん、超気楽です。ていうか気楽っていうのはかなり私の旅行基準だと重要なとこなんで。 iPhone の Twitter アプリは何を使ってますか？ iPhone はですね、ソイチャっていう、今アップデートされてないやつ使ってます。アップデートされてなくて不具合もあるけど使いやすいんですよね。年末どうだろう。安いね。うん。のこぎり山は日本寺ですね。手前の貝食べた？ん？あ、手前の貝まだ。女体盛りはまだ、もう少し後で。よっと。うん。もう飯ですか？うん。御宿ってどこでしたっけ。じゃあ貝食べてみるか。私は貝類はそんなに得意じゃないんですけどね。そう、貝です。よ、これは私の福岡の実家だとビナとか言ってますけどね。ビナ、アップルの、やった。お、あー切れた。はい。うん、うんうんうん。うん。あ、割とあっさりしてますね、この回は。自転車。のこぎり山の入り口まで行けますよね。日本寺の入り口までは。有料道路か、自転車でも通れる道が別にまたある。お全部取れた。見えますか？ここ一泊二食6500円です。ほら、渦巻きまでちゃんと取れた。一体何貝なのか、みんなは持っていきたいよ。なんか、おー、きれいに取れると嬉しいですね。ああ、やっぱりちょっと端っこの茶色いところの味がないと、貝としてはあっさりしすぎてるな。うん、2食です。ああ、途中で切れた。
うん、あとこれわかるかな、貝の蓋のところが薄くて半透明でちょっと綺麗ですね。消費税、いや確か税込みだったと思いますよ、6500円、メール的には。うん、臓器コンタクト目痛めますね。うん、あ、レモンの風味が、レモンの風味でちょっと美味しいな。うん、ホームページ見たら、そうですか、あれじゃあ間違えたかな、税抜きと 税込み間違えたか。自転車はマウンテンバイクじゃないです、マウンテンバイクじゃないです、間違えた、クロスバイクです。うん、撫で方です。うん、ビッグダディって誰だっけ、ニコ生の人でしたかね。ホームページを見たら、あらそうですか、あらそう、ひらがなだと分かんない。うん、コンパニオン、なんだっけ、何コンパニオンって言うんでしたっけ、ああいう人は。コンパニオンキューブ、よいしょ。ん、左のあれは貝です。サガラミ、覚えた。あ、ピンクコンパニオンって言うんでしたっけ、イベントコンパニオン。そう、バンビは好評ですね。もうこの T シャツ着てるだけでそれでコメントが増えるという、コメントジェネレーター。うわ、うん、スーパー、私もサガラミっていう、っていうか実家だとビナって言ってますから、ビナ、まあ貝類全般ビナって言うんだったかな。うん、ちゃんと取れた。今日は5、60キロですかね。距離は今日も走ってないと思います、あんまり。で、さっきからカワハギのこと忘れてた。そう、あらといバンビ。抜いたこと、何を抜くんですか、何を抜くのか、ちょっと皆目見当がつかないんですが。そこのとこ詳しく。で、カワハギ。休み、そうですね。で、2日働いて、で、27日から沖縄行きます。ん、温泉はこの館内にありますけど、温泉確か外から入りに行ったら200円か300円ぐらいだったと思います。安かった覚えがある。うん、沖縄は、うん、沖縄は、沖縄は、沖縄は何しに行くの、自転車で走りに、島に行きたいんですよ、離れたところに。久米島とか、あともう一つ何かあったの、あ、実はお二人で行きます。誰と行くかは、誰と行くかは秘密かな。まあ、この間の放送で言ったんだけども。テント。うん。ヒゲですか。いや、今朝電気カミソリで、電動シェーバーで剃ってきただけです。はまれてみて。すごい、事故ってみてとかって俺同レベルですね。ハブに噛まれてみて。それの沖縄版か。ちょっと面白い。西表島は石垣島方面なんですよね。八重山地方って言いますね、あっちの方は。沖縄本島とは違って。ご近所ライダーさん惜しい。ご近所ライダーさんじゃない人。あ、やばい。おでんの燃料が切れた。早く食わないと冷める。いや、石垣島は半日で、うん、うん、奥の皿、これだったらカワハギです。カワハギの煮付け、うん、よし。そう、ホラッキーさんです。お、こんな湯とか
あ、女いるって今誰が言ったんだ。ぼっちなのにっていうのは一人で寂しいって思わないからかな。あ、えらいからかったな今の。あのこのからしで辛い時に鼻を通ると鼻が痛くなるじゃないですか。だからあの今息をせずにこの鼻より下だけでなんとか解決したんですよ。ふう。あ、今のわさびだ、わさび。そう、からしじゃなくてわさびでしたね今のは。何食ったんだっけ、衝撃で忘れてしまった。あれ今何の刺身食ったっけ。何の刺身か忘れました。ん、沖縄はリンゴギャルが多い。リンゴ、そうそう、わさびだ。この粉わさびが予想外に効いて、あ、おでんが、そうそうそう。また食い物放送盛り上がりますね。うん、ここはあの民宿です。小原荘さんっていう民宿です。民宿かな、旅館かな。多分布団敷いてもらうかどうかによって民宿と旅館が分かれるんじゃないかな。うん、変わりそうです。あの浴衣は借りずに、よく見たら結構ずれてたな。ほら、おでん。あ、お疲れ様です。うん、あ、民宿でいいんでしたっけ。うん、セクロスはカプコンのゲームですね。ん、窓からの風景暗くて、あ、海見えるかな、ちょっとよくわかんなくて、後で見てみます。ん、親孝行、あなたはいきなりぐさりと言いますね。あのそれ夜道で後ろから刺すようなこと言いますね。ん、夜はどこ行くの。特にいつまで今ここ一晩中。あちらの今ここ出してる iPhone4 は充電しっぱなしなんで、別に出しっぱなしでいいかなと思ってます。あ、でも負荷かかりますかね、サーバーに。ん、あ、中トロ。幽霊まだ見たことないです。まあ見たいわけではないけど。うん、うん、なんかやたら醤油を使うの今日は。うん、あ、危ない危ない、わさび用心しないと。うん、わらが。でもまあサーバーフカ夜大したことないですよね。まあでも切っといた方がいいのかな、切っとくか。うん、あ、そうですか。ちょっとこの辺りがいまいちなんですけどね。汗、まあそんなに今日はかいてないと思います、おそらく。うん、うん、うん、部屋食です。民宿なのに部屋食ですよ。明日の朝したみたいですけどね。うん、ミサイル、ミサイルですか。うん、今ここ206です、2階よっと。ん、手前の石みたいなの、さっき同じこと言わなかったかな。ミサンガじゃなくてサガラミです、サガラミです。うん、はいはい、いや今の私がさがらみを覚えてるかどうかのテストじゃないんですかね。うん、さがらみ、さがらみ、今食べたのオレンジの薄切りです。うん、いいか、味噌汁が冷めてる。
ほのぼの、ほのぼのかな。何の数字だこれ。自転車には明日乗ります。明日朝ごはん7時なんで、多分8時ぐらいから放送することになると思います。うん、なんだこれ。宿、まあ基本的に辛口なことは言わないようにしてますけどね。あの辛口なことは黙っときます。でないとこういう放送やりにくくなりますよね。あの欠点があったら思いっきりけなすような人が放送してると、なんだっけ、丹前って言うんでしたっけ。あの浴衣の上に羽織るやつです。あのここにポケットがあるやつ。そう、無難な対応。大きな、そうそう、部屋はですね、1,2,3,4,5,6,7,8 畳かな。多分ここ8畳です。で、ちょっと、あ、ちゃんと割ってあるのか、これ。うん。食後はちょっと、食後は、ご主人というか、あのこの宿の息子さんといっても私より年上なんですけど、息子さんにとまた話をしようかなと思ってるんですけどね。今日の落語、こっちの方が落ち着く。自分の部屋今散らかり放題なんで交換してほしい。まあでもパソコンがないのは痛いかな。あとこっちは光回線来てるんですかね。確か去年来た時はあの私の動画をパソコンで見せたりしてたんですよ。プライベートな部屋の方に入って、話好きなエンジニア、カニうまい。やっぱりカニうまいけど、お布団、あ、最近干してないな。なかなか日曜、天気のいい日を自転車で走らないといけない気がして。ヒロシ。ミートですか？いや、何されてるんだったかな？聞いてなかったかもしれない。あ、電波ですかね。よっと。ヒロシ、誰？ヒロシはあの、しんちゃんのお父さんですか？ヒロシ。20代でしたよね、あの人は。山梨走ったのはいつだったかな。寝袋も干すし、下の、あの敷布団も干したんですね。使命、あ、もう終わりますね。じゃあ特に継ぎ役はせずに、夜くつろいだ後にもう一枠ぐらいやると思います。まあ、9時か10時ぐらいから。じゃあお疲れ様です。生ケット。お疲れ様です。さて、じゃあゆっくり食べるか。落ち着いて落ち着いて。すごいな。おつ。あ、いってらっしゃい。ビッグダディって何の人だったっけ？聞いたことあるような気がするんだけどな。なんかあの、喧嘩絡みの話があるんだったら私は見ないんですけどね。あれまだ続いてますね。もう30秒経つのに。サザエさんじゃんけん。まだ言ってんのかな。まだ言ってますね。何が起きてるんですかね、今。